はい、今日は、キャンデリラワックスを使った、リップクリームの作り方のご紹介です。我が家の近所っていうのはあまりこういうワックス等は手に入りづらい地域であったんですが、最近駅前に生活の喫茶ができましたんで、こういったキャンデリラワックスも非常にリーズナブルなお値段で、手に入るようになりました。で、このキャンデリラワックスと蜜ろがどう違うのかと言いますと、キャンデリラはより硬いので、リップクリーム、ちょっと固めのリップクリームを作ることができます。また光沢があるのでね、蜜ろを使ったクリームよりもリップクリームにすると、ツヤが出るリップクリームが作ることができます。では、早速作っていきましょう。はい、では用意できましたので、測っていきたいと思います。まずはオイルを 15ml 15g ですね、入れます。 15g とかなんで、この手の、ミリ単位で測れる測り持ってはると非常に便利です。入りすぎたけど、まあこんなもんです。はい、そして、キャンディラワックス、これですね、これを 2.5g です。はい、袋開きました。ではいきたいと思います。 2.5g です。いきます。おいよ、だいたいこれで 2.5 です。あとはこれを、湯煎にかけて溶かすだけです。では、一旦止めて溶かしてまいります。はい、湯煎で、キャンデリラワックスきれいに溶けました。ではこれをこちらの容器に入れて固めたいと思います。こちらもちろん、リサイクル容器です。なんかのバームが入っておったリサイクル容器です。では流し込みます。入りました。はい、ではこのまま固まるのを待ちたいと思います。はい、ではこんな感じに固まりました。見た目は何のことはない普通のリップクリームです。こんな風に蓋をすると可愛い感じですね。これは私の小学校2年生のめいにちょっとプレゼントしようと思っております。でですね、これの具合、使い心地の具合をちょっと見たいので、こちらが、私が作って、使っておるやつです。同じこちらと同じ材料で作ったものになります。ちょっと手に塗ってみますので、光沢の具合見ていただければと思います。ありますよ、見えるかな、わかるかな。あ、わかりづらいですね、すいません。ちょっと爪とかにも塗ってみます。これね、爪に塗ってもね、非常に光沢が出てね、綺麗なんですよ。リップクリーム、ツヤ出しとしても非常に優秀と思います。あ、光ってるの分かりますね。こんな風に非常に、光沢があるのがキャンデリラワックスの特徴かと思います。リップクリームに、光沢を求められている方、ぜひキャンデリラワックスで、リップクリーム作られてみてください。詳しい詳細またブログの方覗かれに来てやってください。今日は、キャンデリラワックスを使った、リップクリームの作り方のご紹介でした。